ところです。皆さん権田修一選手知ってますか？このチャンネルを見てる人ならね、絶対わかる人だと思うんですけど、権田修一選手今日本代表でね、活躍しててもうナンバーワンゴールキーパーと、言っても過言ではないね。もう超超超ビッグな選手が今エスパルスにいますよね。毎試合のごとくね得点を防いでくれて、もう神様仏様権田様という形になっているんだけども、以前ねポストバーデ対決っていうね動画を上げたんだけど、こういうねちょっと実技系の動画楽しいなって思っちゃって、これからちょっといろんなね企画やっていきたいなと思ってます。で、あの動画を見てくださった方ならわかると思います。そう、俺ね負けてるんよ。そう、負けてるんだけど、ちょっと言い訳させて。俺もともとのポジションがゴールキーパーなんよ。知らない人も結構多いと思う。てか俺言ってないからそうなんですけど、キーパーだったんですよ、もともと。まあ、どれぐらいの実力かっていうと、中学まではやっていました。で、高校はやってない。なぜかっていうと、この身長今170なんだけど、この身長じゃ無理だと思って、高校はやめました。なので、指導者の方に、回ったんですけど、まあ、ちょっとはできるだろうということで、まあ、権田選手のファインプレーがたくさんあると思うんだよね。いろんなセーブ集がたくさん上がっていると思うんですけど、僕がね、できそうなものをピックアップしてきたので、これをできる限り再現してみたいなと思います。で、再現するにあたって、まあ僕個人がね、これ守るのもそうなんですけど、キッカー必要じゃないですか。キッカー誰にしようかなって考えていたら、ね、勝った人いるじゃないですか。高橋兄さんちょっと呼び出したんで、ちょっと頑張って取ってきたいなと。いう形でございます。というわけで、たかしさんがいつ来るのかな。まだ向こうから来るはずなんですけど、まだ全然ね、俺が一足早くね準備とかいろいろしていたので、もうちょっと待ちたいなと思います。というわけで、今日は権田選手のスーパーセーブをなるべく再現する動画です。というわけで、ちょっとでもよかったら高評価とかチャンネル登録してくれると嬉しいです。ね、一応言うとくけど、あの人はトップ中のトップで、で、世界でも活躍してる人だからね。うん。じゃあ、その人を完全再現するのはまあ無理だと思う。まあ、そりゃそうだよ。だけど、まあ、俺ができる限りねやるってことで、まあ頑張ったっていう証で見てくれると嬉しいです。そんなね厳しい目で見ないで。それにね、俺この企画に合わせて5年ぶりぐらいにゴールキーパーグローブ新しく買ったから、金銭的にも頑張ったし、こういう環境も頑張って作ったので、まあ最近某有名 YouTuber がこう使ってますけどまあ公共の場だからね。まあそんな感じでゆっくり増していきたいと思います。来た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  お疲れ様でーす。おつもりでーす。なんだいや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 、ちょっと、とりあえず入ってくださいよ。何ここ頑張って貸し切りました。貸し切ったの？マジです、貸し切りました。どうです？何これ、すげえじゃん。中島人工芝なんですけど、ここでちょっとやりたい企画がありまして、で、それにちょっと高橋さんにね、ぜひともやってほしいものがあって、招集かけました。何？何の？いやでもここでサッカーできるでしょ。そうです。やるやるやる。ちょっと頼みます。じゃあ一応今からねシーンを紹介するので、そちらを見ていただければと。僕がピックアップしたのは徳島戦のキックなんですよ。58分のシーンで柿田選手だっけかな、ペナ入るか入らないかのギリギリのところで右足でシュートを打って、それを権田選手が左手でバーの上に弾くと、そういうセーブがあるんですけど、ちょっとそれをね今回やっていきたいなと思います。で、重要なのはもちろんね、高橋さんがそこに蹴っていただくっていうのも大事なんですけど、僕自身がねしっかり足で踏み込んでダイビングするところで、こうやってしっかり押し上げるときに手でねしっかり弾くようなところができないとこれは成功できないので、久々にねちょっと本気出して頑張ってみようと思います。悔しくもっと見たいよっていう人は下の概要欄にその動画のリンク貼っていますので、よかったらそちらハイライトを見てみてください。それでは早速いきましょう。Yes!
であった56分のシーンなんですけど、ちょっと似てる位置からではあるんだけど、ここでキーパーから見て右側で両手で弾くで、大事なのは、まあ、踏み込むところもそうなんだけど、下からねしっかり、弾くっていうところも大事だし、あとキッカーはねそこを狙い定めてやってほしいなと。よし行きましょう。この角度ってさ、え、狙いやすいんだよね。そうなんだね。難しいんだよね。ラストは、ホーム突然の83分のシーン、ここら辺のね位置でキッカーはバウンドしたボールをちょっとアウト回転にキッカー側から見て右端に蹴るんだよね。で、右端に蹴ったのを近藤選手は左手一本で、外に弾いてるっていう形なので、そこをね頑張って再現してみようと思います。
というわけで、3本終わりました。疲れた、もう無理。今日感じたことは、プロすげえわ。この3本撮り終えるのに約1時間かかったから。どうでした、やってて。いやむずいわ。コースでね、狙うの大変だよ。それを考えたら、試合中にね、とっさに相手の選手も上手いけど、小本選手も急にね、一発で仕留めるの、マジで脱帽です。最後が一番かかりましたね、あれはね。やばい、やばい、あれはやばい。疲れ果てて言葉出てこん。今日分かったのは、ここはいいグラウンドだよ。そうだね、本当これ経験すると、むやみに選手の愚痴とかね、建設的な批判ではないものは言えなくなるね。でも楽しいね。楽しかったですね。やってる俺たちがすごい楽しかったんで、リーグ戦の前半が、まあ、もう終わりかけてるんで、また後半、リーグ後半の終盤になったりとか、まあ、終盤後半にならなくても、まあ、いろいろね、発展した企画とかやれると思うので、ぜひともこういう企画やってほしいよとかあったら、コメント欄書いてくれると嬉しいです。あとぜひとも、僕たちとやりたいっていう方がもしいらっしゃったら、僕のツイッターか G メールとかに言ってくれると、嬉しいので、もしよかったら一緒にやりましょう。余談だけどさ、はい、あそこにある、ここにあるベンチってさ、あれ下の
一個前のベンチなんだよね。そう、そうなんだよ。でもこれすごいんだよ、中島人工芝のさ、これこれとあと向こうにあるオレンジ色のベンチなんだけど、これさ数年前までアイスタで使ってたやつだよね。あそこのオレンジのやつだったら一番左端のところはおそらく長谷川健太監督が座っていたり、あと五度見監督が座っていたところだと思うのでまさかここにあるとね、正直ちょっと予想外だったんですけど、意外とエスパルスサポーターも使ってみてはいかがでしょうか。というわけで、あのさっきも言ったんですけど、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイチャー、スパルタ無理。一発で決めた。まだやる？やばい。